ントのサスペンションのバネを変えて初めてダートを走りに来てみました。 CRF ね、乗り始めた時は別に思わなかったんですけど、何度か林道走ったりいろいろしてみると、やっぱり乗ってるうちに気がつくとこが出てきて、で前後のサスペンションがふわふわしてなんか気持ち悪いなっていうのをね感じながら走ってたんですけど、でこれに変えてから硬すぎてこう乗りづらいとかっていうのもなく、こうしっくりくるような感じがするんですよね。でちょっとしたこう溝みたいなところにこう道を横切ってる溝みたいなところにドーンと当たっても、今までだったらそこを突き上げてた感じが一切ないですし、しっかりと踏ん張ってくれてるなって感じは受けるんで、こうある程度こうスピード出した時の安心感っていうのはね、これはもう全然違います。前は本当ふわ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 した感じで走ってたんですけど、しっかりとこう粘ってくれて、これは変えて正解でしたね。でもっともっと突き詰めていけば、いろんなねこうもっとサスペンションユニットごとごっそり変えちゃえば、また、ね、有名なところと変えちゃえばまた違うんでしょうけど、まあ、まだそこまでの私レベルじゃないんで、もうでも今この状態でもう十分本当変えてよかったなと思ってます。まあ、たかが10分ちょっとの林道かもわかんないですけど、それだけでももう違いがわかるんで、めちゃくちゃダート走るとこれ楽しいですよ。とりあえず今左のスプリングの入ってないダンパー側の方ですよね、あちらの方に 15W 入れてます。多分 15W の方がスピードを上げた時の安定はあるはずなんですよね。でゆっくり低速でとことこ行く場合は 10W の方が粘土的には乗りやすくて楽だとは思うんですけど、まあ、少しそのあたり気になるようだったらまたオイルの粘土を変えてみようかなと思ってます。で先ほどダートを走った時、空気圧はねもう抜かずにそのまんまで走ったんですけど、あれまた空気圧抜いてるとねまた感じが違うでしょうけど、まああれぐらいのダートだったらもう抜くのもめんどくさいし、そのままでいいやで走っちゃいましたけど、やっぱり空気圧ちょっと抜いてる方がこうちょっとした石に当たってもタイヤ弾かれることがないんで、まあ、そういう点では空気圧抜いた方がもっともっと走りやすかったと思うんですけど、これ去年走った泉河川とか林道インビ線ですか、ああいうフラットな林道をああいうところ走ったら気持ちいいな。あそうそう、今日本当ちょい乗りだと思って結構軽装で出てきてるんですよね。オフロードブーツ履いてないんで、途中でそうだオフロードブーツ履いてないんだと思って、やっぱりねオフロードブーツ履いてないとなんかやっぱり怖いですね。何も考えずに走ってる時はそうでもないんですけど、あオフロードブーツそういえば履いてないんだと思った途端になんかちょっと怖くなりますね。やっぱり足が出せないですもんね。さすがにバネ前後変えると
足つきは本当もうつま先ツンツンになっちゃいました。ちょっとガレガレのところはちょっと行くの躊躇しますね。では今日はありがとうございました。またいろいろダートを走ってみて、思いついたこととかありましたらまた動画でいろいろご紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。